はい、じゃあ1分で説明いきたいと思います。今日は相手から時間を奪うボレーと自分にとっての時間を作るボレー、2つご紹介したいと思います。もうシンプルなんですけど、相手から時間を奪うボレーっていうのはとにかくこう強く叩いていく、はい、まあ、面はかぶせすぎないように使っていく、それから時間を作るボレーっていうのはスライス面でもってこう運ぶようなタッチですね。この2つ覚えておくとゲームの中でものすごく使いやすくなります。はい、相手から時間を奪うボレー、はい、今のような感じでこうしっかりとこう叩いていく感じで、同じようなボールが来ても時間を作りたい、自分が時間が欲しいと思えばこういう感じで少しね面を上に向けながらボレーをしていくと、はい、この2つのタッチがあるとボレーはこうゲームの中で自分が決めたいと思うときは強く打つし、1個つなぎたいと思うときはスライス面でっていう形が、ね、あります。どっちかだけではやっぱりゲームを作るのが難しくなりますので、叩きたいのか、つなぎたいのか、この両方のタッチね使えるといいと思いますので、ぜひ練習してみてください。